YF!YF!YF! モーコン !YF モーコンもやしですね。<laughs> YF モーコンもやし !YF さん元気します元気する何よりですね <laughs>。まさかの YF もやしの理由ね。まあ、ちょっとだけ見ましたけど、移動しながら移動してるんで僕はね。<laughs> いやー。ライブさん、いいんじゃないですか <laughs> やっぱね、あのね、あれですよ。あ、そうそうそう。美魔女、アロマ美魔女、ブックメーカー女子。なんかあの、さや姉さんのインスタのアイコンが変わってましたね。<laughs> インスタのアイコンが <laughs>。で、なんかインスタの投稿の仕方がちょっと変わってましたね。 なんか、マインドの投稿してましたよ。あの、自己暗示してますね。自分ができてなんか、自分、自分を今しめるみたいな。いやー、ワイフさん、僕、かまんないっすね。ずーっとやってますけどね、僕ね。いや、でもね、僕ね、これずっとやり続けて思うんですけど、やっぱあのー、やり続けることによって、やり出す人を増やしてるのかなっていう。ワイフ 多分ね、僕がここまでやってなかったら、みんな多分やらないと思うんで。多分やっぱ日本一っすね、ドリアカ妻、ま。ね。<laughs> ドリアカ日本一やなあ、そうそうそう。サヤ姉さんから、この前報告もらって、なんか、あの、アフリ報酬7万5千円決まりました。って言ってね。お、ま、そ、あ、らく鷲津さんのね、商品アフリートしたんだと思いますけど。いや、ね、よかったっすね、サヤ姉さんも。 YouTuber でも稼げるっていうね主婦でも主婦主婦の弱小 YouTuber でも稼げるっていうねやっぱねみんなやめちゃいますからね本当にだから逆に言うとありがたいんですけどねみんなやっぱ続けちゃうとライバル多いじゃないですか <laughs> そうで、ね、こん。 ま、YF さんはま、あんな感じでいいんじゃないですかとりあえず。あの、主婦っぽくて。ね。YF さんに合ってるんじゃないですかあの発信の仕方は。うん。で、たまにブックメーカー。あ、そうだ、ブックメーカーはちょっとやってなかったですね。みたいな。報告してなかったですね。実は。みたいな。ラーメン代稼いじゃいました。みたいな。これでラーメン買えますね。って。これ YF、今日の YF もやし。なんかその YouTuber の人って、あのー、 YouTube の広告収入をなんかいろんな例え話するわけですよ例えるわけですよね「ゆき何枚とかねあとなんか「プレステ」何台分とかねそう YF もやし100個分とかでいいんじゃないですかどうですか今日のブックメーカーの収益なんと YF もやし30個分とかねどうですかこれ結構よくないですか YF もやし50個分みたいなこれよくないですか これで YF もやしを100個買いますとかね。あれ15円ぐらいですよね。20円とか。長崎は。ということは10個で150円ぐらいですよね。15円だったら。これ見栄えいいんじゃないですか。カスタムサムネイル。YF もやしかける1 0 0今日の収益分です。発表。みたいな。ね。どうすか。多分 YF もやしで、その収益をね、例えてる人は、多分日本で誰もいてない。うん。 しかもね、大量に、あの、演出できるじゃないですか <laughs> いいんじゃないですか YF もやし1000個分稼ぎましたみたいな1000 <laughs> 個もやし食えないですよねみたいな